どうしてご本尊を。ここにあったのか。さようでございます。しかし猛虎が奪い浜の方へ持ち去ったのです。私がご本尊を取り戻すと約束しましょう。あの炎上でも守れぬ約束だな。あの僧は何と。戦で死んだ兄のことです。守り手を失ったことでどの僧も及び腰になってしまっています。腰抜けどもめ。静まれ。かつて兄のおかげでこの寺は賊から守られたこともあったというのに。こたびは我らで守ろう。ご本尊を見つけ寺に戻しましょう。浜に持ち去られたと聞いた。後を追うぞ。こうした戦の最中では神に助けを求めてはいかがでしょう。社は鳥居の向こうにあります。頼みを聞き入れてくださると良いのだがな。聞いていらっしゃるし見ていらっしゃる。鍛錬を続ければ答えてくださるでしょう。そうだな、励むとしよう。猛虎は湯を恐れているのか。荒らされているところはないようですね。うん、硫黄の匂いを嫌うのか、浸かると病になると思っておるのか。恐れたままでいてほしいものです。対馬の湯には力が湧き上がる不思議な効用がありますのでね。俺も探してみよう。猛虎は湯を恐れているのか。荒らされているところはないようですね。うん、硫黄の匂いを嫌うのか、浸かると病になると思っておるのか。恐れたままでいてほしいものです。対馬の湯には力が湧き上がる不思議な効用がありますのでね。俺も探してみよう。ご用は済みましたか。怒っておるな。何を根拠に。話さぬからだ。あの聡明兄上について知ったような口を聞くからです。一人で戦ったと聞いたな。それは噂。実際は兄の指示で三人の僧兵が戦いました。足止めか。尊い犠牲です。僧兵は死にましたが、その身を軽視したので、こちらへ来てください。怒っておるな。何を根拠。話さぬからだ。あの聡明が兄上について知ったような口を聞くからです。一人で戦ったと聞いたな。それは噂。実際は兄の指示で三人の僧兵が戦いました。足止めか。尊い犠牲です。僧兵は死にましたが、西海様、あれを。寒い。何があった。一人で猛虎の後をつけて本尊を返すよう頼んだのですが。どちらへ行った。
森の外に行きました。山の方へ。次は平和な世に生まれますように。この僧も寺のために命を懸けたのですね。お主もだろう。いや、猛虎の野営です。本尊があるはず。まずは奴らを罰してやらねば。내게 뭐 있어? 이거 집으셔야지. 자, 자. 本尊を探せ。重いものが引きずられたようだ。水辺の方へ。あそこ。大昔に空から落ちてきた星を掘ったものだそうです。麗しい。島に二つとない宝だ。寺に返してやろう。兄が成敗して名を上げた賊もご本尊が狙いでした。これまでに幾度も盗まれそうになったはずだ。また新たな犠牲が出るのでしょうね。盗まれた方がいいか。いえ、しかし宝が多いからこそ欲や妬みを呼ぶのです。岸寺には叔父上と来たことがある。幼いながらも本尊の美しさに驚いたな。幼い頃、私も家族と櫛寺を詣でに来ました。その時僧になろうと決めたのですが、
今は何を守ればいいのか。この対馬を守れ。そうですね。孔明様は無事でしょうか。杉寺の住職だな。なぜこの地に。豊玉で民を束ねていましたが、猛虎に襲われ敗走を。大きな戦であったゆえ足跡をつかめるといいが。集落がこの近くにあります。行ってみよう。百姓の家に行くぞ。孔明様は以前も姿を消したことがありました。僧たちの間で大きないさかいが起きた時のこと。発端は何だ。恥ずかしながら詳しく覚えておりません。孔明様が戻らぬため総出で探しに出ました。見つかったのか。隠れておいででした。いさかいを止めようとしたのでしょう。さといお方だ。ある時兄と方針が口喧嘩をしたのです。すると孔明様は昼夜を問わず石に怒鳴ってみせました。二人は己を恥じて仲直りを。兄君と住職の仲は。父親のように慕っておりました。住職が猛虎に囚われておるなら好都合であるな。口車に乗せ追い払ってくれるだろう。孔明様のことが分かってきましたね。猛虎と戦うのですか。見つかれば捕虜が殺される。俺一人で行く。孔明様が危ないのに黙って待てと。取り乱すのはやめろ。他に手はなかろう。はい、あとは頼みます。村の中央に橋があります。そこで落ち合いましょう。
땐 네게 멋졌어. 志村様を助けてくださりありがとうございます。アルボーチェイオハルさん、待たせてしまったな。ご住職が狙われてます。そのようだ。数人でいらしたのですが、村を襲われてから見ておりません。